とっておきメモ、しゅんさん、名前で呼ばれることを好んだ中村俊輔逆境跳ねのけ成功への道を。J1 昇格を決めた横浜 FC の元日本代表 MF 中村俊輔44が、今季限りで現役引退することが17日までに分かった。前日16日のホーム最終戦、スウェーデン金沢戦では、後半28分から途中出場。約5ヶ月ぶりのピッチに立ち、FK のキッカーを務めていた。横浜マリノス、現横浜 F、マリノス、レジーナ、イタリア、セルティック、スコットランド、エスパニョール、スペイン、などで、一時代を築いた期待のレフティー。歴代担当記者が、その人柄や思い出を振り返る。中村俊輔のことを名字で呼ぶ人はほとんどいない。後輩は、俊輔さん、や、俊さん、と呼ぶし、親友の遠藤康人は、俊ちゃん、と呼ぶ。私は、俊と呼んでいる。俊輔も名字ではなく名前で呼ばれることを好んだ。2年7月、W 杯日韓大会出場の道を断たれた俊輔は、イタリアセリエ A のレジーナに移籍した。私も取材でレジーナの町、レッジョカラブリアに1ヶ月滞在した。当時、クラブが用意したホテルは、塩水が出ていた。同町で唯一清水が出た私の部屋に彼は何度かシャワーを浴びに来た、帰るのが面倒くさい、とそのまま泊まることもある。初日に私のいびきを目の当たりにし、二日目からは、のぜじん、俊輔は私をのぜじんと呼ぶ、は絶対、俺より先に寝るな、と、先に寝てしまう日が続いた。ある日、俊輔が嬉しそうに話した、のぜじん知ってた、何、子供に名前をつける本あるじゃん。それに、俊輔、が入ったんだよ、なんで、逆境を跳ねのけて成功への道を進むって意味があるって。責任重大だね。詳しく聞くと、横浜ジュニアユースからユースに上がれず、桐光学園に進学して高校選手権などで結果を残し、横浜から獲得オファーを受けて加入したことから名付け辞典に載ったようだ。その時はレジーナでデビューする直前、よし、俺はここでも頑張るぞ。のぜじんはあと30分後に寝てね、とベッドに入った。俊輔は、W 杯落選ショックからレジーナで活躍し、その後セルティックでリーグ MVP になった。日本サッカーの一時代を築く選手に成長していった。まさに逆境を跳ねのけて成功への道を進んだ。W 杯とは縁がなく、日韓大会落選後、2大会連続出場したが、期待通りの活躍はできなかった。W 杯への思いを残すまま引退後は子供を教えたい、と言っていたが、個人的にはトップチーム指導者としても一花咲かせてほしい。おそらく失敗もするだろう。当然、逆境はあるはず。でも俊輔は、自分の名前にふさわしい名称となり、いつかは日本代表を率いて W 杯でリベンジしてほしい。